に立てます。全日本プロレスのサマーアクションシリーズパート2、仙台レジャーセンターのリング上であります。本日も解説は東京スポーツの山田隆さんにお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。さてリング上、このマスク、この男、先週の放送ではミルマスカラスとの一戦、大暴れいたしましたね、エル・ファルコン。そうですね、はい、非常に精悍さを感じさせる、いかにも強いという感じのメキシコ人です。そうですね。さあこの超能力仮面エル・ファルコンと今日は桃田光雄との30分一本勝負シングルマッチ、まあ、ご存知のように桃田光雄と言いますと力道山ジュニアとしてメキシコにも遠征の経験がありますので、どうでしょうか、この一戦メキシコのリング上のような感じさえいたしますね。そうですね、はい、やはり日本のファンの方にとっては、大変に新鮮な感じのするファイトではないかと、はい、非常に楽しみにしてらっしゃるファンの方が多かったですね。なんとしてでも目の上のタンク部でありますミル・マスカラスを破ってメキシコのリング、エレナ・メフコのリング上に帰りたいこのエル・ファルコンであります。サイドのヘッドロック、パンチ攻撃、ナックルパートであります。フェアのナックルパート、エル・ファルコンナック攻撃を展開いたします。一発殴るとですね、はい、4発も5発もになって帰ってきますね。まあ、このメキシコのマットでは170センチから180センチあたりのいわゆる中型レスラーの宝庫と言われてますからね。そうなんです。まあ、桃田選手も遠征中はこのエル・ファルコンと共に、あるいはメキシコのリンク上でトップを行っているわけですから、その辺を思い出してぜひこのエル・ファルコンをやっつけてほしいような気がいたしますね。そうですね、ちょっとしかし今のところ押されてますね。まあ、桃田選手としてはどういった糸口からこのエル・ファルコンへの攻撃を、やはりね、はい、もっとスピーディーに動いた方がいいですね。桃田君の方がスピードありますよね。ですからどん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 技を出していくことですね。今のパンチで倒れましたよ。そうですね、ストマックのあたりに桃田光雄のパンチが入りました。そしてエル・ファルコンが花道からちょっと手を上げて屈伸運動、この辺は余裕とでも言いましょうか。しかし時間を計っているようであります。エル・ファルコンやはりちょっとダメージあったんでしょうね。1、2回屈伸運動してバックを取りました。ルネルソン、そしてそのまま顎の先端をコーナーマットに打ちつけます。サイドのヘッドロックに取りました桃田光雄。まあ、最近は兄長兄の義弘さんがリングアナウンサーからプロレスラーに転身ということで、まあ、この2人も息が上がってますからね。そうですね、はい、さあどうかロープに飛んだ1回転、このまま立ち上がりながら肩が当たった。しかしカウント1で払いのけます桃田光雄。ロープに飛んで、さあおっと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 、人間ロケットの体勢に入りましたが、エル・ファルコンがちょっとポストの影になりました。しかし速いですね、はい、なかなか体がついてね、はい、さあパンチを見せます。こういうね、はい、ずんぐりしたタイプにしてはね、柔らかいですよね。桃田光雄もですね、このエル・ファルコンが外に出てばかりいるので非常に怒りが頭に来ております。ロープの最上段、そのままダイビングのボディアタック、どうか、危ない、危うし桃田光雄。そしてドリルはホールパイルドライバー、いやいや、そのままカナディアンバックブリーカーだ。カナディアンバックブリーカーのそのまま高さ抑え込みの体勢、カウント3。これはまともや鮮やかな技、エル・ファルコン。これはやはり一人の高さを抑え込んでね。そうですね、自分のボディで、はい、足をギリに巻きつけて、身動きできないようにしての抑え込み。そうですね、一瞬逆さ抑え込みの前にはカナディアンバックブリーカーでずっと高く掲げておいて、足首を利用しての逆さ抑え込みですね、はい、カナディアンバックブリーカーの形に入るように見えましたけど、一瞬変化しまして、そのまんま抑え込みです、はい、なかなかね、鮮やかなもんですね。桃田選手もダメージはさほど残っていないんですけれどもね、これ一瞬がやはり固め技ですからね、はい、どうしようもないですね。そうですね、エル・ファルコンなかなか調整はいい段階に仕上がっております。9月13日名古屋でのマスカラスとの一戦が楽しみですね。いや、これはもうますますね、マスカラスが危なくなってきましたね、はい、日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は仙台市レジャーセンターより全国30